の泉森のよっていいとも。黒崎は、うちの後で来ます、後で来ます、はい、絶対来ます、絶対来るんで、これいいよ、もはやタイトル名変えろ、それすごいすごい、OK 黒崎健はじゃなくて、俺ついさっきスタッフさんに話したばっかだもんな、スタッフさんに、もう、話す先があるもう名前入れてくれっつってむしろもう写真も入れろっていや、じゃあ皆さん、皆様、すみません。あ、視聴様。乾杯！イエーイ！やっていいぞー！おい。で、また今回も俺がまたくだらねえ、くだらねえシャンパン買ってきたから。これプラスお前ワインは3本かな？気をつけろよ。怖いよー。な。怖いよこれ、飲みしかない。マリルは偉いな、ハニーと来てた。ハニーと来て大事なことは言ってくれるな。レギュラーどうした？おレギュラーなんて最初からなかったよ。間違いないですね。むしろもう最初のゲストも俺がレギュラーでいいんじゃないか。いや俺マジ本当下克上だもん、マジ奪い取るからね。奪い取るか、横からかすめ取るか、近いな。黒崎やった花咲やわ。ちゃんと本当にちゃんとアデくんが安心してで、ただ俺が今日本当に思ってるのが、マリレはさほぼだってもう俺より出てるじゃん。そうですね、9割8割ぐらい出てますね。2ちゃん風に言うと95割出てるじゃん。95割。それどういう意味なんですか、2ちゃん風で言ったら。え、ただの間違いだよ。95割いやまあでも一回目のレギュラーが、いや一回目のゲストがもうレギュラー扱い、いや俺はもう最初からもうゲストの時からそのつもりでしたから撮りたい、もう行く気で。バカでしょ。そうカイチまた遅刻なんだよ、うちの一条がね、一条カイピョンね、一条カイさん、カイチ本当だ、総監督もありる。総監督ってなんかそれ総監督だよ。総監督言うならば、じゃあ今にこの放送で俺が監督だとしたら、お前が総監督。あれ誰か来た、すっごい申し訳、すっごい申し訳なさそうに来た。お待ちください、少々お待ちください。すっごい、いやちょ本当にちょはい、クワイエット、もう静かにして。Be quiet。それでは皆さんもお待ちかね。誰来た？石岡あれ！イエーイ！
ション低い。すげえ加藤の練習。どうしたんですか。あ、謝って、謝って。いや、謝って。白ワイン飲めない。いいから謝って。俺白ワイン飲めない。いや、言い訳の前に謝って。謝罪来たー。視聴者様には関係ないでしょ。すみません。グイ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 ワッサイグ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 イ。おー、ついたね。はいよ。あ、シャンパンじゃん。イエーイ。前回でしょっすよ。え、シャンパンだったんですか。前回だって僕、覚えてないですか。え、ピンク色のシャンパンだった。メタリックな。え、ワインもありましたけど、俺が、多分カエさん来る前に、勝手に、自腹で買ってきたやつがで、バーやって、わーして、俺わーして、もう、全部わーって。俺と、あ、俺多分その時ないよ。いや、いました。俺延長のだって。いや、だから、そう、だから来てから飲ましました。え、マジマジです。あ、多分前回の放送見てる人知ってますよ。マジでカイチについにいらっしゃいてきたいらっしゃい、俺ゲストみたいな。だってもうゲストじゃないじゃん。加工コメ見たら分かりますけど、もう完全に謝罪かも。謝罪かもはさっき謝ったもんね。カイチまずでありがとう。そう、あ、いつもね、春コメント拾ってやで方は女やのますよ。前ピンクだ、あ、前ピンクだ。ちゃんと前回見てくれてる人いるよ。ありがとうございます。春のピラスゆらゆらして可愛い。春ピラスしてなくない。僕これ一個だけ。これもともとロイヤルオーダーで、で、あのネックレス、ペンダントドットなんだけど。へぇ、向こうか。あ、そうな。うわ、可愛い。それをなんか伊勢丹のロイヤルオーダーの店で。あ、捨て物じゃないよ。まあ、ピアスに加工してくれんの。へぇ、あ、そうなの。はい、マジで。あの、本当に2000円とかでピアスに加工してくれて。へぇ、え、スタッフさんちょっともう一回アップにしてもらっていいですか。俺、ハゲてたわ、今。え、ハゲてた。ハゲてた。ここハゲてる。それハゲじゃない。ここハゲてる。俺、何、一瞬、スタッフさん、アップにしてもらってって、俺のピアスの話。俺も思いました。俺のことが、俺のピアスのことかと思って。この男、オナニーやで。ハゲた、ハゲた。グイグイ、グイグイ、グイグイ、ハゲー、グイグイ、グイグイ。何この時間にシャンパン。そういややれよ、しっかりよ。なんか、予想と反してびっくりしたんですもん。ハゲの後、NG コメントですよ。何ハゲじゃから、ハゲなんですよ。でもこれいつもですよ、結構。だからちょっとヘアメさんに、チュッパのヘアメさん行った方がいいですよ。え、マジで。まあ、結構いつも僕がついてて思いますけど、いつもここ隙間空いてんの。本当に、はい、ちょっと水かけろになってる。ハゲ、ハゲじゃない、ハゲ、笑い笑い、ハゲ、水かけろ。いや、だからハゲだって。ハゲだと思う人、はい、挙手。のしして、のしして、はい。ハゲチン、ちょっと待って。やばい、ついに自分の名前なくなった。カエチンもギリやったのに、ハゲチンはもう何もないわ。誰なの。あ、ほらもう、ほらもう、あ、キルキルキル、はい、グイ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 。少ないじゃん。ハゲ、いや、何ですか。少ないよ。いや、別にいいっすよ。飲みたくないんだったら、遅刻しても、なんか飲みたくないような、そんな一生カエルだったら、だったら別にいいっすよ、飲まなくて。うわ、別に、ああ、いいっすよ、そんなハゲぐらいで飲み。ホストのダメよは、もう芸人のダメ。グイ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 、ハゲグイ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 。みんな、ちゃんとケツ、チェッセさん、ちゃんと、チェッセさん、こいつ行かれてますよ。行かれてます。ちゃんとやったよ。だって遅刻してんじゃん、2回連続で。クレイジーで跳ねてる。マジぐらい飲まさないよな。前回遅刻してなかったよ。前回ギリギリ間に合ったよ。ゲチ。え、だから要するにあれは前回は遅刻じゃなくて凍結か無血をギリギリ免れたレベルでしょ。あんたうちの幹部会やったら、あの時罰金10万っすよ。左から画伯になってますよ、名前。よく、たぶんこれ、さっきからコメント出てましたけど、画伯、どっちしろ俺、画伯です。そうだね、前回やったんだよ俺、画伯になった。ハゲチンじゃない、ハゲチンやめて、もうハゲチンじゃないでしょ。やばい、
これまた、また増えますよ。どうも、画伯です。画伯、画伯で行こう。いやだ、今日絶対それでやんないよ。絶対やんないからね、俺。ハムで最高だよねって顔。だって、俺動物の絵描かしたら足こうなってた。いやもうあれだっけ、首の下に君に描いていってんだよ。首の下に足生えたからね。4本それ俺。うん、この間、この間営業、あ、営業じゃない、ここで、ここで、ここで。いや、そりゃそうでしょうね。首の下から足4本。嘘でしょ。そう、描いて描いてって言ったらすごい下手やった。え、まだまだ画伯全然覚えてない。ハルさんの絵は本当にすごい。いや、一番もないが、早くホスホス自画像にして。お前、ふざけんじゃねえ。お前、ちゃんと見てる。お前、初回の写真集が、お前80分の1ぐらい減るかもしれない。すごいですよ、オリジナル T シャツ作ればいいと思います。あ、これもいいかもしれない。マジっすか。これもいいよ。みんなだったらいいけど、ハルさんはまずここで描いた T シャツを、オリジナル T シャツ3名様に送ろうよ。視聴者の3名さん。それでもいいです。え、手紙書いてもらって春の絵。すんごい俺うまいもん。それ言ったら、それ言ったら、いいんすか。僕は腹黒いですよ。ダメ。それでダメ、ダメ、ダメ。いやいや、それで送ってきた子の住所僕知りますか。バシバシいっちゃうよ。ちょっとさ、じゃあ T シャツさ、じゃあマリルが吹くのと、ハルが吹くのと、俺、ケンケンで吹くの作っちゃう。3枚ずつ作って作っちゃう。12枚視聴者プレゼント。そこの料金に関しては俺らはもう自腹やから。その代わり自分のも作るから4枚ずつよね。でもファンサービス。でも自分の欲しい。でもみんなのも欲しいから、もう6枚分欲しいわ。いやだって別にさ、そういうのってさ、だってなんか一番なんか持ってる人がやるもんだ。ね、やっぱ、え、誰だと思う？できてるか？それはあんまり俺じゃないと思うの。やっぱでも俺はマリルでもない。まあ、まあ、現役者とばっかだしな。マリルでもないと思うし、まあ、店でのランキングもあるからさ、ルミナスティーで俺は、やっぱ、俺、一条かな。ケンケン来るのかな。ケンケン来るよ、来る、安心して。来んの？電話来ました。なんで知らねえんだよ。司会でしょ。俺ケンケンと把握しといて。2ヶ月ぐらい電話してないからね。珍しいわ。メールだけでみたいな。メールだけで。そう、電話してない。みんな黒いから肌が開いて。ケンケン君、帰り。そうね、こういう時にね、威張るわけないろ。ね、先週鳥に足4本怪しい。ハルさんのバースデーできたら、ハルバースデー着ようもん、これ。そうだ、からの流れでまさかの欲しくない。そうだ、なんでやねん言ってあげて。いや、そうだ。だって、カエルさんのバースデーの前に僕のバースデー来るんですよね。何月生まれ、ハル。6月です。俺8月だからね。来るんですよね。あれ、もうケンケン来たくない。今日みんな酔ってないや。いや、俺ベロベロだよ、結構。お前、お前は何してんの。はい、夢には何してんの。てか何その金色の。金色でしょ。金色の。カエルさん、カエルさんも金色しゴールド。何何。あ、そうそう、黒崎がピンクティーくれよ。いいよ。イプシロン名前かっこいい。カエチの絵も見てみたい。悪用。俺絵うまいって。俺はね、僕は嫌いです。うまいかもしれないけど嫌いです。僕は、僕より絵が上手い人は嫌いです。いやいや、ハル自分で自分より絵下手なやつ見たことある。いや、そんなの日本的に回すだけ。そんなの人の感性次第でしょ。感性次第じゃん。いや、感性っていうか、感性でしょ、あれは。あそこに関してはもう許容量。あれを好きになってもらえない。あれダメっすか。ダメでしょ。え、本当に。キリンの首から4本足じゃまずいでしょ。見通しに。俺こうやってなってて、こうやって首があるのかなと思ったら、まさかの角度全然違うだった。これ飲んでます。イプシロン。イプシロンでいいの。先週取りに足4本。はい、あったのこれ。ケン君も取っといて。ケン君も下手だったの。ええ、ケンちゃんなんかうんこっすよ。だって先週鳥に足4本生やしたケンケン。カエルさん
ケンちゃんなんか言うなれば、俺が絵心ないとしたらケンちゃんなんかもはやあのうんこですよ。カイシン酔ってる、酔ってる、めっちゃカイシンはニャンチューの中あるよ。仲悪くないよ、仲いいよ。連絡取ってるよ。どこどこどこ。あ、俺ね、あのニコ生勉強したの。ニコ生、生で、ニコ生を生でやってる人。生主。そうそう、生主が。生主の人を見て全部拾ってたの、一つずつコメントがとか。ちゃんと勉強しました。したそれ、第1回から言ってんすけど。わぁ、ちょ待って、流れちゃうから画伯お願いだって、画伯画伯画伯、いや、お前書いとけ書いとけ、書いとけ、はる、書いとけ。え、このダブルダブルダブル、そういうことじゃない。確かにね。何飲んでるの、これ何。すごくだから、それに俺もう出してで、こうやって来てるでしょ。イプシロン。そうですね。EP 割にも言ったでしょ。あ、一番やってるわ、一応うちの一応やってるわ。イプシロン、イプシロンめっちゃ体調悪くなるんだけど。明日寝込んで終わりたら、せっかく明日休みなんで、明日休みでしょ。はいはい。あ、もうマリル、はい、少ない。おお、はい、同じ色にしてよ、うちの一条ガエデで同じ色にしてよ。あ、オリシャにハルが履くのイラスト添えたらって入れる。行こうよ、オリシャンだ。え、抜く。本物のオリシャンだ。もう下ネタ今の。いや、なんか結局いや抜いてくれるって言った。あ、結局なんかケンちゃんとか同業が抜いて終わりにかけた。同業が抜いて同業が抜いて、あの甘いケンケンがそれ抜いてくれるんでしょ。もう俺らただの悪口だけだよ。だって酔っていいと思ってケンちゃんの誉れがなかったら終わりだよ。視聴率稼げないよ。そこが支えなんですね。ハゲ取りに。これ NG コメントはなかったと思う。え、ケンケンよりハルくんの方が恐怖でした。ほらお前の方が下手なんや。え、マジですか。まあそれはハルさんの絵欲しい。どんな、どういうこと。もうド M ですよ、ド M ですよ。いやもうちょっとイカれてるでしょ。なんかやってるでしょ。もうこれカイチン酔ってんすか。カイチン酔ったわ。カイチン酔うの遅くないですか。カイチン可愛い入ると、ほら可愛い来るんだから。いや、そんなん知ってるって。可愛い来るんだから。マリル、どうぶっこむぶっこむ。でもカイデ行っちゃってるって感じ。え、カイデなんかどうでもいいっしょ。マリル行った。ガハコサク1のカイデ遅い、受ける。飲みたい。はーる、カイチンの顔描いて。俺の顔描いてよ。はい、書いて、はい、今書いて、俺拾う、やめましょう。書けやんだよ、書けやせっかくの先輩の顔書けや。絶対事故ります。先輩ではないです、上司ではあるけど、先輩では絶対ない。上司の顔、あ、出た。大変大変大変、いいな、音声悪い、笑いの後もう絶対やっちゃいけないやつある。一個、これ NG コメントに入れてもらえないですか。そうしようで乗ってる人何やってんの。だってほんも行くよマリル、行くよ。何ですか。あのタイトルコール、ほもっていいかも。ほもっていいと。この人100点。視聴者が限られてきますね。ほもっていいとも書いて、だって見てこの人、あ、素晴らしい。俺この人とちょっと馬が合うわ。掘っていいと思う。あの、掘っていいと思う。ちょっと待って待って、先読まないで。俺ちょっと一個一個言ってんの。オリシャン欲しい、変えちゃう。ああ視聴者はニャンチュー。ホームラン。あ、視聴率はニャンチューにかかってる。でも視聴率に関してはさ、この間ケン君がピンで出た時に一番視聴率だったんだよね。率。やべ。え、知らない。ケンケン必要、あ、ケンケン必要だね。俺ケンケン大好きもん。画伯は精神的に。ちょっと一回コメント止めて、もう追っつけなくなるから。え、あれ、終わった。なんで点々書いてんの。なになになに。点じゃないっす。え、もう点じゃない。俺もうそこで見ないよ。俺一条さんは真ん中じゃないよ。え、俺画面越しで見ていい、春の絵。ダメっす。じゃあちょっと拾っとくよ。オッケーだったらオッケーって言って。マリルの下っ端半下っ端か半端ね。マリル絶対あれでしょ、なんか
従業員に落とし込みいや、マリラしかできたーしたできたいいよーハル、じゃあ俺の…え、誰の誰の言ってカメラに向かって言ってカメラ切り替えますこっち、こっちちょうだい、こっちちょっと待ってなになになに一応ガレひどいねお前ひどい結構頑張ったっしょ結構ひどいこれ結構頑張ったっしょ結構頑張ったっすけどめっちゃひどいっすカメラこっちに切り替えてもらっていいっすか一言言っていいっすかねえ、ちゃんと、うん、もうしっかりアップして正面向いてください正面春ほらじゃあ正面向いて喋ってんだよじゃあそんで正面加えてあひどいほら結構似てんじゃん。カエルさんこんな。いやちゃんと正面向いてくださいよ。カエルさんも演技そんなひどしじゃないっすよ。いや、あの、俺、マジでやりっぱなしかい。恥ずかしいな。カメラさん。いや、あの、だいたいいつも毎日、あの、一回眉毛ちょっと間違えますよね。いや、もう、言っていい。ちょっと、お前との付き合い考えるわ。上司の。ちょっともうハンターだって悪気あってでしょこれこれひそかなのハンターハンターのひそかってひそかあ、ひそかあ、あーひそかっぽいトランプのいや、俺実はひそか書いたんだよね恐れですね何やってんのふざけんじゃねえつらたなもうひどいもう怖いわ、マジであ、ワイン出せ、ワインだって開けろ春に関しては、マジで書きながら笑ってたってことはもうちょっと悪気あって書いてるやっぱりじゃなくて自分でどうしていいか分かんないんですよいやもうやめようや絵心って何ほんとダメなのはほんとダメだってえじゃあ俺書いてくださいよマジでいいよ言ったないいよ絶対だなマジでじゃあ拾っといてあげていやいや拾っコメンティング画伯声はいや画伯いや、ここで今日、あれだよ、画伯入れ替わるよ美的感覚最高震え声です今日でこの画伯の称号が俺から変わるよ本当に言ってますえ、あれですよ、発表しよおいおい来たなんだ、うるさいの来たあ、スタッフさん止めて、素人来た、素人来た一般の素人来た一般人がちょっと紛れ込んできましたガエザの唇に枯れてるよ腫れてる腫れてるよなんだこの店はおい店じゃな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 いレッツゴー黒崎おお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 ハルオお前もうレギュラーじゃねえからチョコとハルオどんまいチョコとハルオおはようおはそれだから遅いわじゃあ同級生にやって俺遅刻するやつ一番嫌いなんだよいやよく言いますよ前回のあなたはどうした遅刻するやつだろでも俺さ今日来ないって聞いてたんだけどむしろ言ったら今日も遅刻ですよもうダメだよいやバカ俺で周りの方が同じお店でしょあなた待って今日開かないんじゃないの何これちょ待って待ってほらほら来てるじゃんほら黒崎まで黒い服っておかしいだろって黒い服ないだろレッツゴー黒崎分かった嫌なら嫌でいや嫌なら嫌で今ヘアムしながらバシってるよバシバシだよケンちゃんケンちゃんねピンクなんか二度と決まって今日自信ないのえ何の自信ないの何もねえやケンちゃんウニセンじゃねえやケンちゃんいやもうねやめとこじゃあヒロトいろんな何書いてるこいつはい、久しぶりだねタイトルコラボですサンサンエリー、エジェシーあ、ケンケン今日からタイトルコラボ変わったよ花咲春と石坂アウトロー違う出てーいなかったいなかったはいはいアウト多分そこちょっと食い違ってますよねいたのこの人あっしゃいいな、多分カエルさんが言おうとしてることもわかるし春さんが言おうとしてることもわかるしそうまあ、最初の一連の流れは言いたかったけど、カエルさんは多分コメントで出たやつを言いたかったですよ。しょうもない。まだ遅いんだけど、お前人。遅いっすね。すごい細かく書いてる。細かく書いてる。やばい。じゃあ、マリル、俺にもよこせよ。お前にいいっすか
当たり前だろ、ワインしかねえだろ、お前。だろ、俺がワイン飲まずに誰が飲むんだ。飲んでくれ。しかも俺さっきもう店員さんに聞いたんだから。店員なんかいねえから。はい、グーグー。グーグー。グーグー。スタッフ。スタッフ。買うときは。レンは。買うときですよ。ワインを買うときに。はい。できた。出たー。ムカつくわー。できた。寿司わかんねえよ。寿司わかんねえって。じゃあケンケン。ダイヤさん寿司わかんねえらしいから、まずケンちゃんにちょっと寿司。知らんでいい、黙っとけお前は。いやいや。どういうことこいつ。マジで黙っとけ。どういうことマジで。お前ちゃん見といて。そこからもう。なんとなくわかるから。俺なんかそのくさと10分ぐらいで帰るまで思って今日。ちょっとアップして。あ、カメラお願いします。待て。はい。あの。真ん中の人はどこの店って、今さら出るってことは多分完全にケンちゃんの方言われてるよ。マップしていい。自分の番組なのに。マップしていい。お、ちょっと春、はい、向こう向いて、はい、向こう向いて、向こう向いてカメラ映って、向こう向こう向こう、逆逆、こっち、うん、え、俺そんな、なに、なんかもうちょこっち来て、俺のいやほらそっくりや、こんなもんすかね。もうちょい口開けて、なんで口開けてなんかちょっと、あ、ダメ、俺のニキビが書いてない、あーそれはそっくりわからないです。そっくりだ。とりあえず今日報酬もらって帰ってきたので、超そっくりだ。そっくりでした。たまには春と100点でした。春と帰り番組やっちゃうんです。今ね、ずっとやってたの。意外とね、コメント拾うと面白い。え、コメント進撃が欲しい。俺も思った、完全に進撃が欲しいだった。進撃が欲しいっていう、あのすげえ最近言ってる漫画があったよ。あ、ね、iPad 貸して。よかったよかった。壊れてる。パッドダメ。スタッフさーん、パッとダメなんだ。ダメだって。ちょっとちゃんと全部拾っていかない。ね、そうだよ。いや、それが俺ね、さっきね、大丈夫。俺春には説明したんだけど、俺ね、ニコ生で勉強したの、全部のコメント拾ってる女の子がいたの。あ、やろうよそれ。ね、そう、全部のコメント、あの生主、じゃあ変な話、ハットの人の店に関しては広げる必要ないよ。でも言うだけは絶対言ってた。ジョニー・デップ、黒崎健、黒、口先健って言ったらそういうことだよ。怖い。アラブの悪人。はい、とりあえず CM です。悪人じゃねえ、悪人って言ってる。CM どうぞ。不思議なもんですよね、やっぱ繋がりません。やばいでしょ。それやばいでしょ。ショックに電話して、ショックに大丈夫に電話して、悪に大丈夫に変わって、今日本当にウニセンです。合同反対や、それ同窓会です。今日誰一人キモって書いてるの、ね、ルミナスティは映画、ルミナスティはダメだね。かまってちゃん、黒ちゃん、かまってちゃんって来てるよ。よし行こう。黒ちじゃあ分かった、残り30分、楽しんで帰ろう。